どうもどうも、私がひろし、私が鉄、二人合わせて歴史ボーイズでーす。早速やけどな、ほうほう、俺のおかんが歴史に出てくる人の名前思い出せへん言うんよ。どないなっとんねん。そしたら俺も一緒に思い出したらさかい、どんな人か言うてみ。おかんが言うにはな、うん、その人はインドの英雄でみんなに親しまれてた言うんよ。ほら、ガンジーやないかい。インドの英雄でみんなに親しまれてた、そらガンジーや。いや、俺もガンジーやと思てんけどな、おかんが言うには、うん、その人は暴力大好きで困った時にはこれが一番言うてたらしいんよ。そりゃガンジーとは違うな。ガンジーは非暴力不服従の人や。イギリスから殴られても殴られても絶対殴り返してはいけません、そう言うてた人やからな。そりゃガンジーとは違うわ。俺もガンジーちゃうなと思てんけど、おかんが言うにはその人は痩せてて眼鏡で杖ついて歩いてた言うんよ。そらガンジーやないかい。ガンジー何度も何度も断食して死にかけた人や。そらガンジーや。俺もガンジーやと思てんけどな、うん、おかんが言うにはその人高い服大好きでいっつもブランドで着飾ってた言うんよ。そらガンジーとは違うな。ガンジーは自分で糸車回して自分で布作った布切れを着て歩いてた人や。そらガンジーとは違うわ。俺もガンジーとはちゃうなと思てんけどな、おかんが言うにはその人は調味料は手近なところで済ましてた言うんよ。そりゃガンジーやないかい。そりゃ塩の香辛油有名な運動や。イギリスが売りつけるバカ高い塩、そんなもん買わんとインド人自ら塩を作りまひょ、そういう運動や。世界史の教科書に載っとる有名な話やで。そりゃガンジーで決まり。俺もガンジーやと思てんけどな、うん、おかんが言うにはその人自分と違う考えの人はちょっとなって言ってたらしいんよ。そしたらガンジーとは違うか。ガンジーはヒンドゥー教徒とイスラム教徒仲良く一緒に国作りましょう、そう言ってた人やからな。そらガンジーとは違うな。俺もガンジーとは違うなと思ってんけど、おかんが言うにはその人お札でよく見る顔らしいんよ。そらガンジーやないかい。そらガンジーで決まりや。インドの紙幣8種類あるんやけど、お顔は全部ガンジーや。インドの人たちいつでもガンジーはんの顔見れるようにしてはるんや。もしもお札の顔がガンジーから変わろうもんなら俺は動くよ。俺もガンジーやと思てんけどな、おかんが言うにはその人は天寿を全うして穏やかに亡くなった言うんよ。そらガンジーとはちゃうな。ガンジーは1948年暗殺されよったからな。しかも同じヒンドゥー教徒に殺されたんやで。ガンジーは天寿を全うしてない。ガンジーとは違うな。いや、俺もガンジーとはちゃうなと思ってん、うん、で、俺の音に聞いたらな、その人はお釈迦様ちゃうか言うんよ。お前の音は俺じゃ、いい加減にしなさい。どうもありがとうございました言うんや。どないなっとんねん。そしたら俺も一緒に思い出したる。ごめんね、もう一回。はい、その人はお釈迦様ちゃうか言うんよ。俺がおとん、お前のおとんじゃ。最後の最後、最後の最後にしくった。二人合わせて歴史ボーイ。俺もガンジーとはちゃうな思てんけど。インドの英雄でみんなから親しまれてた。これはガンジーを。